いつも皆さんも看護計画見させていただいてるんですが、うん、こう内容に少し個別性が足りないというか、はい、ちょっとテンプレートのような内容になってしまっているのがすごく気になりまして、まあ、もっと患者さんのことをしっかりと見て計画もちょっとこう個別性のあるしっかりとしたものにしていくことで、まあ、もっともっといい看護が皆さんできると思いますので。おはようございます。おはようございます。あ、市長おはようございます。こいつはいで、とにかくクソ真面目なやつだ。まあ仕事に対して真面目なのはいいことなんだけど、時々その真面目さが鬱陶しい時もある。適度に抜いてるところもないと息が詰まっちゃうんだよな。ん？ロキソニン？あれ、この人ロキソプロフェン飲んでなかった？おや？うん、そうだよね。うん、まあ申し送りはちょっと正確にしないとね。まあ、今回同じ薬だったからいいけど、まあ、似た名前で全然薬効の違う薬とかもあるから、まあ、例えばテオドールとテグレトールとかね。前者は喘息の薬、後者は抗転換の薬。うん、全然違うよね。そういう間違いがあるといけないから。桜井君はそういう細かいところを気をつけられるともっといい看護できると思うから、うん、気をつけようね。出た出た、クソ真面目なところ。細かい言い間違いも絶対見逃さないし、ちょっとくどいんだよな。ダブルチェックの場面でもないんだし、そのぐらいの言い間違いはスルーしてもいいだろう。田中さん、おはようございます。はい、おはようございます。検温に伺いました。はい、よろしくお願いします。では、お熱からお願いいたします。はい、田中さん、調子はいかがでしょうか？調子はいいですよ。徐々に良くなってる感じがありますね。よかったです。はい、では血圧も測っていきましょうか。はい、お願いします。はい、うん、はい、体温計もなりましたよ。あ、はい、ありがとうございます。6度5分で、うん、いいですね。バッチリ OK ですね。血圧も110-65で、はい、いつもと変わりませんね。こちら OK ですね。ああ、そういえば、はい、看護師さん。はい、どうしました？私ちょっと気になっていることがありまして。はい、何でしょうか？ほら、私髪がちょっと薄いでしょ。育毛剤は使ってもいいんでしょうかね？育毛剤、確かに育毛剤も立派なお薬、確かに使っていいかどうか迷ってしまいますよね。はい、そうなんですよ。何か治療に影響しないかちょっと心配で。そうだったんですね。話してくださってありがとうございます。先生に確認してみますね。ああ、わざわざすいません。よろしくお願いします。はい、承知いたしました。では失礼いたします。先生、3号の田中さんのことでご相談なんですが。ん？どうしたの？田中さんから育毛剤を使いたいというご希望がありまして、使っていいものかというご相談なんですが。育毛剤？いや、それ使わなきゃダメなの？あの人もう85歳だよ。先生、男性はいくつになっても毛髪への渇望を捨てられないものなんです。そうでしょう？まあそうだね。まあでもとりあえず成分わかんないし、ちょっと薬剤師さんと相談してみるわ。わかりました。ありがとうございます。はい、お願いします。では仙崎さん、はい、お体拭きますね。はい、一部届かないところとか私拭きますので。あ、はい。はい、じゃあやってみましょうね。よろしくお願いします。はい。いや、仙崎さん、明日からはシャワーが浴びれますので、はい、それまではちょっとご辛抱いただいて。やっとですね。はい、ですね。あ、すみません、ちょっとシーツに水をこぼしてしまいました。ああ、全然いいですよ。いや、すぐ取り替えますね。いや、だってそれそんなに汚い水じゃないし、すぐ乾くからいいですよ。いえいえ、そういうわけにはいきません。さ、一旦こちらへどうぞ。大丈夫ですけどね。いえ、そういうわけにはいきません。患者さんを安楽な環境で過ごしていただくのが私たちの使命なんです。さあ、こちらへ。そうですか、わかりました。はい、すぐ買いますね。ああ、すみません。どうぞ。ああ、ありがとうございます。失礼いたしました。しまった、予定時間を10分もオーバーしている。このままでは記録が間に合わないか。いや、しかしこれも最善の看護のため、休憩をして
英気を養うとするか。お疲れ様です。 お疲れ。こいつクソ真面目で何考えてるか本当わかんないんだよな。話もつまらないし。でもそういえばプライベートのこと聞いたことないけど、普段何してるんだろう。ちょっと聞いてみるか。そういえば井出くんってさ、はい、休みの日は何したりしてんの？休みの日ですか。うん、まずは7時頃に起床しますね。うん、まあ、といっても目覚ましはかけないですね。うん、休みの日なのでしっかりと休息は取りたいので、まあ、とはいえ普段の仕事に体が慣れてしまっているので、まあ、自然と7時頃に目が覚めてしまうといった形ですかね。そうなんだ。はい、それからは歯磨きをします。その後はですね、朝ごはんを取るようにしています。朝ごはんはしっかりと摂取するタイプなので、あとはいえ休みの日なのでパンとかではなくしっかりと白米を食べるようにしています。まあ、白米といいましても朝炊くわけではなくて、前日の夜に、朝炊けるように準備をしておいて朝炊けたものを食べると。いやいや、休みの日何してるか聞いたけど、休みの日のスケジュールを全部聞きたいわけじゃないんだよ。てかそこ興味ないし、スムーズにコミュニケーション取れないというか、こういうとこあるんだよな。言いましても虫歯そのもの、痛みとかそういったところが怖いのではなく、その先のですね、まあ、虫歯が進行したその先にある弊害といいますか、まあ、要は心筋炎ですとか脳よ、あ、ごめんなさい、看護師である新庄さんにこんな、いや何の話してんの。まあ、とはいえしっかりとそういったケアをしているわけでありますね。はい、そうです。はい、すみません、私の話は退屈でしょうか。いやいや、そんなことはないけど、うん、面白いよ。あ、よかったです。いや、昔からお前は真面目すぎると両親にも言われておりまして。自覚あんのかい。まあ、少し最近はお笑いの勉強も始めようかなということで。へえ。最近は立川談志師匠の落語なんかをちょっと見させていただきました。いや、お笑いを学ぶ姿勢真面目すぎるよ。私は少々、まあ、悪が強すぎるというか毒が強すぎるというか、まあ私にはちょっと向かないのかなと思ったりするんですけれども、まあ、少しそういったお笑いの文化に触れることにもよって、人間としての見識も広まるといいますか、まあ、そういった意味でそう勉強をさせていただく。いけない、こんな時間になってしまいました。私戻りますね。はい、失礼しました。お疲れ。やっぱりあいつ変なやつだわ。てか休みの日結局何してるか分かんなかったな。じゃあ、サンゴの田中さんですけど、リカさんにも確認したんですけど、まだ転倒のリスクがあるということなので、引き続き転倒転落ないように注意して見ていきましょう。じゃあ佐藤さん、看護計画に記載しておいてもらっていいかな。ちょっといいですか。どうした井出君。今看護計画のお話が出たと思うんですけれども、うんうん、いつも皆さんも看護計画を見させていただいてるんですが、うん、こう内容に少し個別性が足りないというか、はい、ちょっとテンプレートのような内容になってしまっているのがすごく気になりまして、まあ、もっと患者さんのことをしっかりと見て、計画もちょっとこう個別性のあるしっかりとしたものにしていくことで、もっともっといい看護ができると思いますので、その辺を意識してやっていったらどうかなという提案なんですが、はい。言ってることはわかるけど、そこまで細かくやってたら毎日残業になっちゃうよ。みんなもそこは分かっていながらある程度妥協してやってるんだけどな。てか井出くんの立てた看護計画、中身ぎっしりすぎて逆に見にくいんだよな。よし、じゃあ8号の伊藤さん転倒だし行ってくるか。失礼します、ナスメ病棟ですけど、伊藤さんの転倒出しに来ました。ああ、はいはい。じゃあとりあえず適当にそこら辺のパソコン開いて。あ、はい、わかりました。伊藤さんなんですけど、一応今日がドレーン抜去日なんですけど、先生がまだ来られてなくて申し訳ないんですけど、こちらで抜去お願いしてもいいですか。は？まだドレーン入ってるの？あ、いや、そういうのさ、普通送ってくる側の病棟がさ、やってくるもんなんじゃないの？すみません、先生には何度も依頼したんですけど、緊急オペが入ったりしてちょっと誰も来れないみたいで。あ、でも一応病棟移動してるのは先生にも伝えてるので、手が空いたら来てくれると思うんですけど。はいはいはい、わかりました、わかりました。はい、じゃあもういいです。はい、すみません。はい、はい、じゃあお願いします。はい、
いや最悪だった。どうしたんですか？いやさ、今伊藤さんの店頭出し行ってきたんだけどさ、さっき送った人がさ、ドレーン抜けてないこと言ったらめちゃくちゃ文句言われてさ、いやそれ俺に言われてもしょうがねえだろって感じじゃない？確かにそうも思いますが、相手側にも何か事情があったり思うところがあったんじゃないですかね。まあそれにこういったところで相手のいないような場所でこうぐちぐち言うっていうのもあまり良くないような気がしますし、まあこれは一つの成長するチャンスだと捉えて、まあ我々も頑張っていきましょう。もっともっといい看護できますよ。いや俺が欲しいのはそういうのじゃないんだよ。ちょっとぐらい愚痴聞いてくれてもいいだろうが。何が成長するチャンスだよ。こいつの前で愚痴った俺がバカだったわ。クソが。はいはい、すいません。はい、多分あったと思うんですけど、はい、一応こちらでも確認してみます。はいはい。どうしました？あ、いやさ、さっきさ店頭出した伊藤さんのさ、ヒゲ剃りがないって言ってるんだよね。一緒にさ、袋に入れたの確認したよね。貸してもらっていいですか？うん、すいません、お電話変わりました。はい、私の方でもお荷物一緒に確認させていただきまして、ひげ剃り確かにあったと思います。はい、もう一度そちらで確認していただいてもよろしいでしょうか？はい。あ、ありましたか。あ、よかったです。あと一つよろしいでしょうか？初めからこちらに落ち度があるものの言い方というのは少し改めた方がいいかと思いますよ。その方がお互い気持ちよく働けるでしょうし、それにもっともっといい看護できると思いますよ。はい、ではよろしくお願いします。ムカつくところもあるけど、今回のはちょっと見直したな。いい看護できる気がする。うわ、いやさっきはありがとうね、助かったわ。いえいえ、正しいことを言っただけです。ほんとクソ真面目で、ちょっとずれてるところあるけど、悪いやつではないんだよな。そういえばどう？仕事もう終わりそう？あ、今ちょうど終わったところです。あ、ほんとよかった。じゃあこの後ラーメンでも行く？それはできないです。え？なんで？門限があるんで。門限？では失礼します。門限？あいつ確か今年30だったよな。やっぱあいつ変なやつだわ。